で今まあちょっと話先生に聞きたいのはあと、今で言うと原監督の本も書かれたじゃないですか。原監督について、その先生がどういう見方をして、僕原さんの話もよくさせてもらってるんですけど、先生の中のその原辰徳っていう、まあ、あの人それぞれちょっと評価がね、いろいろあるんだけど、ただね、本をなぜ書いたかって言ったらね、たまたま出版社とかライターの人がね、そのどうもこう見てると、成績を比較なんかすると、野村さんとか、まあ、落合だとかね、まあ、そういうその人たちは名所名所って何かあると言われるんだけど、原さんの方が成績はちょっと上じゃないかな、そうです ね実はですね。でにもかかわらずあの名将とか名監督で、なんかそういう声が薄いと、そう薄いですね、それは何ですかねってでそのことをちょっと 本とか江本さん流に書いてもらいたいことから来たんですよ、はい、で俺も前々からそれ思ってたわけ、名監督ですからね、名監督だよ、それでいやなんで言われないかなっていうか一応つかみで、顔が男前だから、あ確かにまあ、その名とか名将っていう男臭い感じじゃないですもんね、そう顔がね、顔がなんとなくほらで名将とかああいう人たちはさ、ひねくれてんじゃん顔が、まあ、みんなってその時代の写真見るとちょっと野村さんだって結構エグい顔してたからね、まあ、イケメンのブルーじゃないですよね、イケメンのブルーじゃないの、そうですね、だってどっちかやったらああいう人がちょっともそもそ言うとね、まあ、落合なんかでもそうだけど、なんかいかにもなんか、ごもっともでございます、なるほど、まあ、名称言いやすいですよね、そうで原はさ、わーって明るいじゃん、そうですね、さりげなくね、英語も増えてきましたしね、長島さん的に、長島に出てきたね、下でやってたんだからなんですよ、だからいいものはどんどん強調するタイプじゃん、そうですね、あれのすごいですよ、あの人、やっぱりその今年なんかでも一番心配したのはね、おとしかな、なんかあの組閣をするときに、たまたまゴルフで一緒だったんですよ、で俺は、まあ、ついでに監督にね、あれ宮本とかさ元木とか言えるとか言ってるけど、大丈夫なって言うから、まあまあ聞きたくはなりますよね、そうですね、いやいや山本さん、あれつはね、ああやって見えてもね勉強してますよ、でなんかいろんなこと言ってた、あのいろんな野球のことをね、で俺もそれ聞いたら、まあそれはなっと、なるほどなと、だからやっぱり見てんですよ、いろいろ見てんでしょうね、見てる、まあ、だからそんなことも含めてね、まあ、過去の歴史とかいろいろ見てると、いろんな、まあ、野村さんとかね、ああいう人たちとも比較して、いかに、まあ、要は監督って成績が良くないと評価されない、そういうことですよね、だからどんなサイン出したって勝てなきゃ意味がないですもんね、それからまあ選手に恵まれるとか運もあるし、まあ、悪いのをよくしてやるっていうのもあるし ね使ってやる、まあ、いろんな要素があって監督って成功するんだけど、まあ、そういう意味でね原監督のやり方は面白い、歴史的に確かに一回目、まあ、さっき言ったように社内人事異動で ねクビになったり、あの原さんが、星野監督に阪神で、ね、あんな涙流してっていう、どんな思いかなと思いますよね、感情出さないですからね原さんは、俺もあんまりああいうシーンがあんまり好きじゃないんだけどね、だけどまあそれはそのね、ああいうところがやっぱりバッと素直にやれる人じゃない、あの原監督とかね、だから大した人間なんですよ、そうですね、でそれがね、まあもう一つアピールが下手なのかうまいのかわからないんだけど、世間がそんな風にねなんか見てるのをちょっとね、見方を変えたらどうですかっていうのはちょっとその趣旨でその本を書いたんだよね、これちょっと開幕が伸びたんで、ちょうどその出版がうまいことね、開幕前に出たんですけど、一応その書いた通りのような状況に、そういうことですね、あれもう一つはね、あの本あのまあじっくり読んでるってはないと思うんだけどね、俺にしたらね比較をもう一つしながら、世間が名将と言われる人がいかに名将でないかということを裏読みしてる本でもあるんですよ、また楽しいですね、そうやって言う見方を、まあ、これ終わったらまた言うけどやっぱりそこは多少さ、俺も引いとかないと、そうですね、アホなこと言ってくるやついるからだからだけど、やっぱりね、ちょっと見方っていうのはいろいろ見ないと、一律でバーッと見たらダメでしょ、そういうことです。で、俺はあの野村さんに対してはね、やっぱりまあ一緒にやった現役時代、まあ おかげさんでね、まあ勝てるピッチャーにしてもらったりっていうのもあってね、やっぱり野村さんに対してはね、やっぱり俺はそのヤクルト時代の監督というよりも、自分の時のキャッチャーだったっていう意識があるで、サインも一回も首振ったことない、はあ、俺4年間やってる、4年間俺200人以上投げてるわけだからね、4年間普通にすごいっす、ウエイトトレーニングもせずアイシングもせず
キャンプも、ね、キャンプも1日あの自主トレも6日しない1日せず、うん、ほんでねそのやっぱりノブさんとこうキャッチャーとしてやって選手としてすごいなと思ったわけですよ、はい、あの当時あのまだホームラン王とか首位打者狙ってるような4番だからね、はい、で3番に門田博光って感じでこれがノムさんの倍ぐらい速いけどスイングが そ, で、ね、でそういうのがいる中で、まあ、ノムさんとやった時にねそのやっぱりそのキャッチャーとしてすごい選手としてすごいっていうのはものすごくあって、はい、野村は何回の人だっていうのが俺はあるわけよ。なるほど。楽天とか阪神とかね、うん、ヤクルトはまあ確かに3回4回優勝したけど、いや違うっていうのはどっかにこう引っかかりがあるわけです、まあ、これ余計な話なんだけどね、うん、実はねどうしてもずっと20年ぐらい前が引っかかるものがあって、はい、大阪球場の跡地に、はい、ナンバーパークスっていうね商業施設があるんですよ、はい、1階いろんなものが入ってね、はい、で一番上から下7階ぐらいのところにねわずかなスペースに、南海記念館っていうのがあるんですよ、ね、南海ホークスの、はい、でそこ行くとねなんと俺のパネルとかもあるわ。南海では昔は鶴岡さんです、はい、鶴岡水原川上の時代ですから、はい、鶴岡さんもバンと置いてあるわ、だけどスペースがないからまあ全員は無理なんで、一応あるんだけど野村の野の字もないわけ。おい野村が全くないんですよ。何ですかね。いやそれはさあの昔あの人がサッチといろんな問題を起こして、うん、あの何回追い出されたわ、はあね、だから何回に対してはもう恨み骨髄みたいなところがあって、うん、それでその南海電鉄に対してはもうすごい拒否反応があったわけね、うん、で南海ホークスがその南海電鉄がその記念館を作る大阪球場の土地に、はい、時にパネルも入れさせてもらえますかって言ったら断られたんです。へえ、そんなもん俺は何回追い出されたら恨みやろ。だから南海ホークスの歴史館に野村のノの字もないわけ。でこれはね俺はいくらそういうことがあったとしてもねおかしいと、うん、で今年亡くなったでしょ、はい、そしたらねやっぱファンが訪ねてきてね、はい、まあ忍んで野村さんにパネルにこのご証拠でもしようと思って証拠というかあの挨拶でもね、はい、しようと思って来たら野村のノの字もないわけですよ。ほら南海電鉄でクレーム来るわけ。そらそう、なんでないんですか、知らない人はね、で俺はずっとそれ気にしてたんで、で今度はやっとねサンスポと、はい、それから南海電鉄と話し合いをしてもらって、でまあ勝則もね息子の勝則もあのどうだと、もうお父さんもお母さんもいないんだからさ、もういいだろうとあそこに南海のパネル置いても、ね、だからもう勝則もいやもうぜひやってください。そういうことですよね。で女房と孫はね一回通りかかったんですって、そこさおじいちゃんがねいないわけですよ、そこに。そんな悲しい思いをさすのはね、そうですね、やっぱり良くないの、でファンだって悲しいし、そうですね、でそれをあのなんとかねみんなで協力して、あの野村を入れようという話が今できたんですよ。はやっとこさ、ね、俺も悪く言うばっかりじゃないからね。いやあの僕はもう先生が優しいのは知ってますから。いやそれはありがとう。それでね、はい、それでその来年の命日が2月の11日かな、はい、あの辺りをめがけてみんなで協力して、ね、あのそこに飾らせてもらおう。かっこいい話ですね、粋、うん、ですね。ほ、うんで俺とかもう森中とか、まあ、百姓そこそこのピッチャーはねもうパネル外してくれて、いや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 、なお名前ちらっとあれ、いやいやメンバーですから、野村のものをバンと出してね、で昔の鶴岡さんと野村さんっていうか、それからまあ有名な杉浦さんだとかね、広瀬さんだとか、何回の昔の、もっと坂の場合もっとすごい人がいっぱいいるんだよね。簡単にはもう今のソフトバンクホークスのもう一番最初ですもんね。でね、ソフトバンクはね、はっきり言ってね、もうホークスって名前は使ってるけど、南海ホークスに関してはもうほとんど関心ないですよ。そうなんですよね、だからそれはしょうがないよね。ダイエーからもうそういうことですよね、ワンクッション置いてるから。だからあの福岡ドーム行ったって南海ホークスの鍵も形もないですね。確かにパネルが1個だけあるんですよ。パネル1個だけね、なんか通路の上にね、ポッとこう置いてある、あれ寂しいよね、もう1960何年とか言ってね。僕はあるんですけど、うん、その先生もそうかなと思ってちょっと聞きたいんですけど、やっぱり巨人も西武入って巨人行って、うん、で楽天にも来たんですけど、うん、うちの球団はってポッと言えて入るのがやっぱライオンズしかないんですよね、うん、そうだな。ああだからジャイアンツいる時もうちはって言えなかったし、うん、楽天の監督もやったのに、うん、うちの野球はこうって言えなくて、うん、楽天の野球はこうしますっていう、まあ、先生も何回言ってるのが一番、うちの球団でもやっぱりどうしてもね、はあ、先祖返りみたいに要するにやっぱり何回だと、そうなんですよね、うん、まあ確かに俺も4年間しかいなかったんだけど、はい、あの当時の野村さんがねある日来てね、はい、
あのシーズンオフに、はい、でまあ、ちょっと来いって言ったら旅に出てこいやって言われる、うん、旅に出てこいって言われる。俺未だに旅に出てんだよ。俺今旅行中でございます。世間がさまよう。長い旅ですよね。そう長いね、結構もうそろそろね切符も切れかかってるんだよ。だけど野村はその時言ったんですよ、これ、うん、何かに対する教習があるわけ。そう、あれもやっぱあるんですよ、ね、で俺と一緒にいたの島野さんって言ったの。島野さんですね、星野仙一の、はい、名産坊ですね。名産坊で、中日何回でもずっと、あ、中日阪神でね、で早くから癌で亡くなってね、だそういうのもあるし、みんな何回言ったらね独特のもんがあるんですよ、うん、まあ、それはないのが、まあ、近鉄とか阪急とかの選手たちもみんなそれぞれ近鉄はとかね、はい、阪急はとかみんな思ってると思うね、はい、まあ、我々も何回っていうのはね、そうですね、どっかにあるんですよ。僕が入った時はもう何回ホークスだったんで戦ったの。 だからあの宮崎で南海と巨人の OB 戦、うんうん、感動しましたね。 やったでしょ、はい、あれおもろかった、ね、先生でもうこの人ら最後だなっていう人もいたしな。野村監督正直みんなに支えられてズボンは下がっちゃうわ。ズボンはズリーと落ちるんですか。ワイシャツ下がってます。柴田さんがなんか一生懸命入れて微笑ましかったです。あのそうレセプションもですね。そうだね、あ、もういい会話。ジャイアンツも、うん、ジャイアンツが持ってった話みたいで、そうそう、やっぱよくやってくるんだよ。でもすごいな。で、まあ、金谷とか大永とかみんな来てね、あれもう最後じゃないですか。あの土砂降りもすごかったじゃないですか。ベンチ内に情報が流れたのは王会長が、うん、せっかくのこの試合だし遠方からのお客様も来られてるから、うん、やるぞって言ってるよっていう噂話が流れただけで、うんうん、もう全員やろう、江川さん以外は全員やろうって。そうそう、江川さんは江川振ってるよ振ってるよ。あいつだけは本当 OB 会も来ないもんね、法政ライブ。まあギャラやるったら来るかもしれない、ね。いやでもだからね、あれはね、いい思い出だと。俺もね、あれ、あれかっこよかったですね、あのユニフォーム、うん、あれ切腹した後だったかな、俺。ああ、切腹の後でね、俺ももうそんなに先ないって言われてたから、うん、あ、こういう OB の、まあ、一時心配しましたよ、顔色が悪くてですね、うん、いや、それはもう、それはすぐ、だいぶ今回復したよ。そうですね。で、ついついね、巨人のベンチに行ってしまったんだよね、あ、でしばらくベンチにいたんだよ、これ、堀内が嫌な顔してほしいみたいな。お前なんで何回のお前がここにいるんだよって顔してんだよ、あいつがメインのベンチの、うん、で 俺なんかさ居心地がいいじゃない。巨人の長嶋、金田、かっこよかったですね、張本さんとか。そうですよね、いて、あれね、松井もいるわ、うん、みんないましたからね、いたんだよ、全員いたんだよ、はい、あれでいい思いだったね。そうですね、うん、でもジャイアンツあそこでもしっかりしてるなと思ったのは、柴田さんが、まあうん、裏の監督なんですよ、うん、メンバー任命とかやってて、 でその時に柴田さんから宮本さんに、うん、宮ちょっとピッチャーの順番決めろと、うん、でこいつがダメなら多分佐田岡は5球しか投げれねえって言ってるぞとか、うん、まあ、そういう話をしてて、宮本さんと水野さんがしっかり連携取ってるんですよ、うん、あの OB 戦でも。だデーブその時ちょっとキャッチボールいけるかとか、全然、僕ずっとスタンバイしてます、あ、巨人ってこの試合もちゃんと税率さそう、お客さんも喜ばそうって考えてんだっていうミーティングが各自でみんなやってるんですよ。なるほどね。だそういう、そこを原さんも見てたんだと思うんですよね。うん、いや、気に入ったもんな。あと、吉野が監督だったんで、まだ。そうかそうか。でも原さんもそれ見て、僕はもう、この二人、コーチ普通にすぐできるっていう、僕も監督が、ね、やった後だったんで。本当、巨人羨ましいと思ったよ。うん、俺はでも巨人やったら3日は持たないと思うんだけどね。だけどね。まあまあ、全然持ちないですけどね。でもね、本当に羨ましいと思ったよ、うん、やっぱりあのメンバーが違うもん。そうですよね、うん、それね、一番分かったのはね、その何年か前にね、長嶋さんが倒れる前だったかな、はい、巨人、阪神の OB 戦ですか。 OB 戦、静岡でやった。あ、草薙でやったんですね。僕、あのホームラン打ったんですもん。あ、そうだったっけ、はい、熊さんから。あれが最後だったでしょ。そうです、あれからやってないですよね。やってないんです、はい、それはね、その時に俺が投げたんだよ、ちょこっと、うん、で、バッターが長嶋さんだった。ああ、じゃあ早い回ですね。うん、ほんで長嶋さんがね、なんか言ったんだよ、俺に。なんかね、そうそうって言って、うん、で、俺投げたら、あのショートゴロだった。パタパタで、ショートゴロだったんだけど、よく考えたら長嶋さんが最後の打席のピッチャー、俺なんだ。はあ、あの打席でですね、2打席目ですかね、監督が。2打席目だったから。そうです、あれ、本当は1回で変える予定が、うん、やるって監督がベンチが言ってたら、まだお元気だったじゃないですか、うん、もう、じゃあ長嶋さん変わりますから、もう1回行くぞ。いや、行かなきゃダメだ、俺はこのままじゃ納得できない。素振り後ろで始めちゃって、あの草薙の千枚スイングするところ、うんうん、このままじゃ終われないぞ。ほんで俺が投げたショートゴロ。そうそうそう、それですね。そうなん、ああ
だその思い出がある俺。僕あの時スタメンで、あそうだったキャッチャーがいなかったんですよ。いやー長嶋さん、河野さんかなんかで、黒江さん、王さん、柴田さんみたいな、で阪神じゃないですか。でセカンドの方がもうだいぶご年配の方で、いきなり初回にジャイアンツの裏の攻撃の時フライ取り行って肉離れして倒れたっていう、そのまま担架で運ばれるみたいな。よっさんもそうやったな、ショートゴロバーッとジャンピング、飛び込んだらそのままブツッと切れた。OB 野球危ないんだよ、やっちゃいけないんだよあんまり、ねうん、ほどほどにしないで。もああいう野球ね、マスターズリーグとかもいいのかもわかんないけど、あれすごくいいですね、うん、いい。俺だからね、あれはね、俺の人生でもね、思い出2つある。その長嶋さんの巨人最後のバッターですもんね、うん、長嶋さん。あれからないですかね、巨人の OB 戦の中。あのあとね、3月に倒れたんですよ、うん、11月、12月ぐらいですね、その翌年の、うん、あれ倒れたからね、うん。だからまあ何回とよくやってくれたらこの前も ねあれ巨人が言わなきゃ。しかも何回じゃできない。2月のキャンプ中ですからね、あれ。そうなん、まあ、ただあの OB 戦はね、ちょっと寂しいことがあってね、あれ日本放送は解説したんだよ俺。日本放送から言ってきたんだよ、はい、あの解説をね、はい、そしたらあのそれまで俺の出場は一切なかったんだよ。あ、そうなんすか。うん、何回のエースなのに。まあそうですね、うん、なぜか分かる。分かんないです。ソフトバンクホークスのフロントが俺のこと知らなかった。バカ野郎でしょ。お前日本シリーズの俺は最後の優勝と、あの勝ち投手だった。関東勝ちして巨人の V9 の。そう、実はですか。実はフロントが何で知ったかというと、はい、日本放送がもう先に、はい、あの江本さんこれ OB 戦なんで、江本さんあの宮崎でこの試合解説してくださいって言われたから、はい、俺もああいいですよって単純に答え言ってまあ、日本放送が来た話ですからね、うん、その解説をするということを日本放送がソフトバンクのフロントに言ったんだよ、はい、そこで初めて知ったんだよ。え、江本さんですか。俺が何回の選手だったら知らない。阪神ぐらいは知ってたかも。みんな時代だよ。阪神だと思ったんですね。もう本当旅のそろそろ終わりやなと思ったな。もう僕だけどね、あ、いや結局そのまあ出たよ、ユニフォーム着て。そうですよね、うん、はい、でノムさんの世話係して、はい、でノムさんがあのもう車椅子だったでしょ。そうですね、でもヨーヨーで、そうですね、であのベンチにまで来て、で座って、うん、いたけど俺も遠巻きに見てたら、うん、誰も寄っていかないじゃん。まあ寄っていけないですよね。誰も寄っていかないじゃん。で旧何回の連中も、はい、あのベンチの隅の方にいたんですよ、はい、そのもともと一緒にやってた旧の、はい、で俺がなんかでも寂しいなと思って、うん、で横行ってやったんですよ、うん、でおっさんと、まあ、おっさんって俺のおっさんと喋りながらね、うん、いろんな話して誰が来とるんやとかね、うん、いやまあ昔の人来てるけど大江も知らないからさ、大江の OB は。そうですね。でこうやってパッとこう横見てね、うん、そのベンチのこっち側でこう見てね、はい、その向こう一番隅の方に旧南海がいたわけだ、うん、南海出身の連中が、ね、でありこう見ながら俺にね、あいつら俺になんで挨拶に来ないんや。こだわりがあるブスって、まあ、行きづらかったんですかね。いやそうじゃないですよ。嫌われたで俺に聞くから、俺がそりゃ当たり前ですよ、嫌われてるんだよ。さあのさ、そうやな。そうやな。でそれで終わっちゃいかんと思って俺が堀って俺の同級生がいたんだよ、堀ってお前怒ってるね監督が。挨拶コメント怒っとるぞお前、来いよ。来たよ3人ぐらい、藤原マンとかね。藤原さん、藤原マン、堀井とかゾロゾロ来た。でやっと機嫌よくなった。気ぃ使うんだよ俺も。気ぃ使うんだよ。笑っちゃうでしょ。確かにもう、あの孤立してましたよね監督とか。みんな行きづらいのかなと思って、うん、いやいや、あれ孤立だよね、嫌われてるだけ。そうだったからはっきり言ってやったんだよ俺も。ね、もうだ本人は分かってるから、旧南海の人はほらやっぱり南海をもうボロクソリで出ていってるから、ね、昔の南海の OB はやっぱり多少ほら引っかかりはあるでしょうね。